勇刊チェック10月8日火曜日配信分です5秒前4 3こんにちは時刻は午後4時15分です勇刊の配達される時間でございますね勇刊チェックをこもさんこもりやすのりが天六天こもりスタジオからお送りをしてまいります 午後2時から兵庫県庁で稲村和美さんの出馬記者会見が行われると聞いておりましてで楽しみにどこか中継してくれるかなと思って YouTube 探していたんですがどこの新聞社もそして放送局もまあネット配信なんでやろうと思えば別にわざわざ中継車を持っていくこともなくカメラに線つないで。 ネットに繋げりゃできるんですけれども、えー、公平性の観点なのでしょうか、あ中継がございませんでした。大変残念です。ただ後であのリンクは貼り付けておきましたけれども、稲村さんのオフィシャルサイトで、えー、あの出てくるということだそうでございますので、はい、えー、どうぞあのチャンネル登録をしてあげていただければあの。 話の中身が聞けまますすんでね、はい、私も楽ししみにしております、えー、とーもう記者がクラブは完全にもうあの選挙戦、知事選挙戦モードに入っていまして、まあ、そこに総選挙も絡んできますから同じ人がやってんるのかバラバラでやってんるのかちょっと分かりませんけれどもね、えー、なかなか本筋のところ百条委員会どうだとかっていうようなところはもう えー、あままり関心がないのかもしれません、うんまあ、記者の属性としてはということですね。で一方斎藤前知事でありますけれども昨日堂々の凱旋で、えー、県庁へ戻りましてでそこで記者クラブがマネーという形に一応なってるんだと思いますけれども1時間弱の独演会を開きました。 うんもうどもうあれも完全に独演会でしたね。デバヤシは何にしますかというそんな感じで、えー、どのアニメを見てようがなんであろうが別に私は関心のないところなんですけれどもですね。で今日は過去側に行ってはったみたいですうー。維新のあの国会議員さんが出てきたらこれややこしいことになりますからね。えー、斉藤さんの側の人から。 秘密を聞いたんですけどペラペラと一般の庶民に喋ってしまうあんな人と一緒になったら飽きませんからそこは路地動線がしっかりとできていたんではないかなというふうに思いますちなみに姫路では、まあ、姫路は元、ね、西有馬県民局長の生まれ故郷でありますから まあさ賛否両論あんのはいつもの話でどちらをあのどちらというか誰を支持しはろうが応援しはろうがどうぞご自由になんですけれどもあれ松本さんでしたっけ自民党の国会議員のね喋ってるところに挨拶に行ったら松本さんがぷいっと横を向いたといやいや前回にあんだけ仲良してはったんじゃないですかっていうのでこれは松本さんに減点20で。 えー、斉藤さんに得点1でしたよね <laughs> あのシーンはねあのシーンはー松本さんの人間がどうなのかという感じではありましたただ、私の中では斉藤さんはいろいろとマイナス点がございますのでそこでまあ1加わったところでの話ではあるんですがそれはあくまで私の感想であります今日も一人を演出して加古川へ行ってはったんだと思います。 実際、声かけて写真撮る人もいたでしょうしポツンと一軒家芦屋の時もそうでしたが普通に通り過ぎる人もいますので通り過ぎたところは絵になりませんから <laughs> 当然カットされるところですけれどもねえまあその割合を見てもまあどうかまああの選挙戦が始まって中盤、終盤となっていくとそういう一般の人たちの熱気というのが あ票数につながってくるという部分は確かにあるかとは思いますけれど、えー、今日もどうなんでしょうかあ一人ぼっちを演出しつつですね、えー、いろんな人と一緒に行ってはったんだと思います西宮の市議会議員さんは一緒に行,きは行ってはったんでしょうかあるいはまあ元町も行ってはりました、えー、斉藤さんの弟さんですねマスクしてるからちょっとあの分かりにくいんですけれどもとてもよく似た。 1 8 0ンチぐらいある方だそうで大きいですね、えー、あそうか僕が198なんで僕よりは低いですけれどもね、えーえー、そういった方とかあるいは、まあ、甲子園口でもおばあちゃんのところにさっと駆け寄った。 芦屋アアでは私が撮影してたらすっとこう隠れに行きはったあのガタイの言い方ですね、まあ、この人も私ほど大きくはありませんが稲村、まあ、さんについては、まあ、無所属での立候補ということではありますが、まあ、それは斉藤さんでも無所属っていうぐらいですから無所属という言葉にどれだけ意味があるのかということ、えー、黄緑色のジャンパーを着たりブルーのジャンパーを着たりしてですね自民党と維新が 推薦をして前回勝ち張ったわけでありますからで、まあ稲村さんについてはあの立憲民主党ですよね、えー、兵庫県民連合が、まあ、あ応援をしているということはこれを隠したって仕方のない話ですから、まあ、そこに自民党が乗るんですか公明党も乗るんですかという、まあ、そういうところでありますで早速、まあ、ネットニュースの速報にはなってましたんでえー そうなんです。6人と言ってましたが、7人になりました。ええー、えらいことですね。うん。えー、稲村さん51歳立候補することを決めました。あのー、まあ、決めてるのはまあもっと前から決めてはったと思いますが。あ、左側がいつも出てたニュースでも取り上げられてる時に使われてた写真なんですけども。本日えー、紙を。 切りまして、まあ、その意味は別に、まあ、特,特段だ別に男や女や何とかっていうそういうことが言いたいんではなくって、えー、いよいよ出てきたでもあれあれちょっと顔ちゃいますやんとええー、オフィシャルサイトがこちらなんで間違おうたら開きませんから斎藤さんが斉藤さんの弟と一緒に行ってて。 実は知らん間に入れ替わってたとかそういうことになったら飽きませんのでですねで、まあ、まあ一応ビフォーアフターをこのようにつけたというだけの話でございます稲村さんは兵庫県議会議員を経て2010年38歳で尼崎市長選挙無所属で立候補初当選3期務めました当時女性市長としては全国最年少ということでも知られていました 先月、稲村さんを支援する市民らによる政治団体が立ち上がって立候補の要請をしていました本日の会見、まあ、どのような口調で喋りはったのかどのようなトーンなのか、まあ、あのアドバイスする人はついてはるとは思いますし、えー、女性のチームが組まれているということもお聞きをしております。 県民連合の女性議員なんかもですね、そこに入そのチームに入っているんだと思うんですけども、こんな風に言ってはります。今兵庫県はかつてない危機にさらされています。このままにしておくことはできないと出馬を決心しました。兵庫県のニュースが全国を駆け巡っていることにはがゆい思いをしていました。 県議会議員時代そして尼崎市長時代にたくさんの経験をしました政治を進めるためには職員との信頼関係が一番大切です出馬することでもっといい兵庫にしていくためのきっかけにせなあかんやろうとたくさんの方に声をかけていただきました一度は政治からの引退を考えていましたがもう一度頑張りたい 県民の声が届く風通しの良い県政にしたい。そんなふうに言い張ったそうです。そして、斉藤前知事の一連の対応、あるいは失職して再出馬ということにどう思うのかと記者団が聞きました。それはまあ当然の質問であります。当初から告発された側が公益通報もせずに、 第三者委員会も立てずに調査をするのはおかしいと思っていました一連の過程の中でそのやり方を見直すチャンスは斉藤知事側に何度もありました歯がゆい思いをして見ていました身近な皆さんから兵庫県どうなっちゃうの県県外に行っても兵庫県は大丈夫なのと言われると聞きました それに対し斎藤さんが立候補したことで兵庫県は大丈夫だよと言えない状況になってしまいました市長を退任した時に政治活動はしないと一旦は決めていましたがそういった周りの皆さんの声に背中を押されましたというふうに話したんだそうであります。 まあ一応記事だと他の立候補者のことも書いとかへんかったらあかんというこのバランスまあまああ7人ですから誰ですかと斉藤前知事立候補ですねま,あまだ告示はされてませんけど中村稔さんという元経産省の官僚自民党にえ教え押してくださいと言われたけど断られた共産党結局そのまま行くんですかね大沢さんという市民政教の委員長先生出馬表明していますまた 日本維新の会参議院議員で本来ですと尼崎・兵庫8区衆議院にくら替えする予定でした清水隆之さん、元 ABC のアナウンサー奥さんが実業家の娘さんですね資金面は問題ないでしょうまたあ、このてんこ盛りスタジオにもフラット顔を出してくれはりました元火災市長の中川長三さん近日中に会見を開いて正式に出馬を表明。新たに 明石に住んではって東京都知事選挙にも確か出てはったんだと思うんですあんだけ洋さんいたんでちょっと全然記憶にありませんがレコード会社を経営している福本茂之さんという方ですか58歳立候補する意向ということでこれで7人になったということでありますはいでオフィシャルサイトをもう一度見てみましょうかこちら 稲村和美、あなたとともに地域とともに新しい兵庫をともに作ると、髪を切った写真で、えー、出て貼ります。対話と信頼なくして改革なし。兵庫県がかつてない危機に陥っています。今の県政の混乱と停滞をこのままにしておくことはできません。様々な方に背中を押され この度新しい兵庫の実現に向けて最初の一歩を踏み出す決意をしました私が皆様と共に作りたいのは多様な県民の声が届く風通しの良い県政です県民の暮らしを支える市・町をはじめ幅広い方々から信頼され連携できる県政です抜本的な改革を進め未来への責任を果たす県政です あのあちこち行きはって市長さんとかと話をしているというのはこのあたりで、えー、斉藤さんとの違いを出そうとしているんだろうなというふうには思いますよねそのような県政運営によって安心で多彩な魅力あふれる兵庫を皆様とともに作っていきたい一人ではできない挑戦ですけれど共感してくださる皆様と一緒なら 必ず新しい兵庫の未来を切り開いていくことができると確信していますこの挑戦の輪に多くの皆様が加わってくださることを信じて全力を尽くします対話と信頼なくして改革なし稲村和美というこの後 あのミッション政策の3つの柱県民が主役で地域力を向上し未来への責任とかっていうことについてオフィシャルサイトには書いてありますのでどうぞ関心のある方はご覧いただければというふうに思いますでまあまあ残念というかまあ仕方がないっちゃ仕方がないんですがあ告示はされていないとはいうものの、えー、どっかに偏ってより伝えるっていうことはなかなか記者たちはしにくいタイミングにもう入って いますでもまあいいか悪いかは別としてこの人は信じられるこの人は信じられないという感覚を記者がもし持っていないとするならばまあまあそれぞれ新聞社の考慮とかいろんなことはありますけど私はこの人を推したいというぐらいの思いがない記者がペラペラと薄っぺらいことを聞いていてもいい記事は出てまいりませんし。 その上でその自分の気持ちを抑えてどうできるだけ公平に書きはるのかっていうのが多分記者のジレンマでもあり仕事なんだというふうには思いますね。でまあ私は別に今そこで放送が求められる公平性とか新聞社がチームでやっているっていうことにあの左右はされませんので私なりの是々非々で、えー、まああの斉藤さんあかんと。 で稲村さん頑張れっていう人からはですねもう何でもっと早く稲村を応援しないんだっていう、まあ、余計なおせっかいをしてこられましてそんなもん別にあんたが応援するのは勝手ですけど私に私に支持すんなと、えー、いやそれはリクエストなんですどうして曲をリクエストするようにしたらダメなんですかとかもうほんまにねもうどっちもどっちで、えー、ほとほと疲れてしまいますけれどそこはどうぞ皆さんご自身で考えていただければ。 いいとでごめんなさい今ちょっとチャット見られておりませんけれどもあの歓迎する人もありゃ反対する人もあったりはするんだと思いますまあそれは当たり前の話でありましてで小木曽健さんというですねあのネットの誹謗中傷とかそんなことに対して詳しい方私あの、えー、ラジオやってた時からお付き合いありましてあのもう今えらいことになってましてあ小木曽さんの書いて貼ったことにあの ねえいろいろと誹謗中傷の話とかネットでの炎上の話とかっていうところの記事をいっぱい読んでるんで「ね、いやーあーほんま大変ですわ」って言うて <laughs> あ「また何まかあったら言ってくださいね」っていうのをまあそんなやり取りしてたんですけども何が言いたかったかっていうと別に大木さんの話じゃなくてその誹謗中傷にもあたるような激しい言葉をお互いぶつけ合ったところでそれで支持する人が増えるということは ないだろうしもしそれで支持する人が増えたとしても、まあ、それは果たしてええことなんかと私は思っておりますんで、ええ、あの、まあもちろん権力闘争ですからね権力闘争で1票でも多い方が勝ちで負けたら2位以下はゼロなわけですから、うん、ウィナーズ・テイク・オールですからそらもうあの真剣で。あの 竹光でやるねチャンバラじゃなくってそれ真剣で切り合うわけですけれどただまあ備えして大声出してあの上品じゃないことをしたいわけではありませんので,でど,などなったからって言ったってどなられるような人は説得されませんから <laughs> それはど <laughs> なったところではい私に対して個人攻撃をバンバンしてきはる人もまあ 後を絶ちませんけれどそう言われたからといって私がギャフンと言ってどうもすいませんでした斉藤さん応援しますとはならないので、えー、もうお互いそんなことはやめましょうただ11月17日にど誰が勝つのかという話ですから、まあ、そういう意味であのあの記者たちが選挙戦モードに入ってしまっているというのはある意味仕方がないことだと思いますしね。まあ、それが 斉藤が好好ききやっぱり好きだ神戸新聞とかってまあなるとちょっとまあどうかとはどうかとは思いますけれど、はい、まあまあ,あのそれぞれそれぞれが応援してはったらいいことなんでいちいち私にそれをあの命令してこられ,こられても私はまあ困るということであります。できるだけ落ち着いていろんなお話をしていこうと。 っていう,ふうに思っております、えー、ちなみに、まあ、今日もちょっとあの、まあ、時間的な問題があってバタバタして、えー、サイトチェックのですね西有馬県民局長の県民局長だよりというかメッセージですね県民局長メッセージの朗読というシリーズを今日から始めております10月編成の連続テレビ小説朝ドラではないですけれども3年分ありますので 1> 1ヶ月に1回出されてて今日は令和3年2021年の4月分と5月分を読みましたけどもそこから先もずっとありますのでえそれをご紹介していくことで今回の問題の端緒となった西有馬県民局長がどんな思いであの告発をしたのかそれをいろんな人がいろんな思惑であれやこれやとして結局県政をより混乱させてしまったのかそれは 県議会議員もそうですし国会議員もそうですし、えー、さまざまな人が、まあ、中には善悪正義で動いている人も私は知っていますけれどどちらかというと損得損得勘定で動いているいろんな人たちがこんなこんな状況を招いてしまったそれは斎藤知事前知事に大きな責任はありますけれども 斉藤さん一人の責任ではないと私は思っていますし、まあ、そんな中で11月17日、まあ、期日前投票はありますけれどそこで県民がどう判断して前回の41%ぐらいの,あの投票率をがどこまで上がるのかどこまで上がったことが、まあ、下がったとしたらもう <laughs> これで下がったとした投票率が下がったとしたらもうねえ。 私はユーチューバーをやめましょうかね。<laughs> そんなことはないと思うんですけど、まあ、それがど,どっちをどう理するのかはからないですけど、まあ、稲村さんという人が、今日、えー、ちゃんとスタートラインに立ちますということを正式に表明したということをお伝えして、本日の有敢チェックとさせていただきます、まああの。しばらく経ったら、稲村さんの陣営の方から、えー、YouTube で動画配信されるということであります。 まだ226人のチャンネル登録者となっておりますのでまあ今、私自身もあのいろんなことを発信していく中でやはり数が力になる部分というのがあるというのは実感をしておりますがそれが多分、斉藤さんの X のフォロワー数の激増とかっていうこと開発端かどうかは知りませんけれどそれにもつながる話でありまして。 えー、私の方のチャンネル登録ポチッといいねもぜひ忘れずにしていただきたいですし反、まああのー、稲村さんの人もいらっしゃるでしょうが稲村さんが何を喋っているのか分からずに反稲村というのもそれも失敬な話ですから、まあ、チャンネル登録しはるかどうかは別として稲村和美オフィシャルチャンネル、えー、こちらを見ていただければと思います。私もまた見た見上で お話をさせていただきます、まあ、その髪の毛切ったっちゅう話が今日の会見で出たのかどうかは知りませんが私はまあ一つの決意として、えー、左側のかつての稲村さんとは違う稲村さん、まあ、あの X でこれまでにもあのいろいろと出してきてはったんですけどねただ X の写真はどうだったかな どううなな。ってたかなああもう新しいのに変わってますね、髪の毛切ったやつに変わってますね、これ今、右側は会見の時のお顔ということでございます。はい、では、すいません、ちょっとこのあと、生前ビデオの、えー、うちの会社の仕事の,方のです、ねえー、会に出かけてまいりますので。はい 戻ってくるのがちょっと何時になるか分かりませんから夜間チェックができるかどうかは分かりませんけれど最新の情報を皆さんにお伝えをいたしましたありがとうございましたご清聴で最後にポチッと高評価とチャンネル登録は忘れずにお願いをいたしますでは行ってまいります失礼します